編曲家。ソウル特別出身。元サウンドトンプ所属。幼少期だった1987年頃から、コンピューターゲームを愛好し、初歩的な日本語を知っていた。1997年冬に初来日し、東京の秋葉原などを訪れた。1998年には、アルバイトで作った音楽の RPG がヒットし、プロデビュー作となった。 韓国外国語大学校の日本語科に入学したのは日本のゲームやアニメを人目を気にせず楽しむためだった。2004年から日本向けの韓国産ゲームの BGM を中心とするゲームミュージックの作曲、編曲を手掛けるようになった。過去に韓国外国語大学校にて日本語を専攻していたため日本語が堪能でありアイドルマスターの楽曲、 リトルマッチガールなどは自ら日本語で作詞した。日本においては、同人音楽活動を皮切りに、近年は、アーケードゲーム、チューニズムや TV アニメ、アイドルマスターシンデレラガールズの収録曲、メモリーズなどで、韓国発ではない日本の作品にも参加している。2017年2月11日には、自身のツイッターで、家業の花屋を継ぐために、プロ作曲家としては引退し、 音楽は趣味とするという趣旨のことを述べた。しかし実際にはこれまでに何度も作曲家業の引退宣言と本位を繰り返してきた。最近では自身の事務所エスティメートの代表取締役も務めるなど時間が足りないために現状は音楽を趣味としているというのが実態のようである。エスティメートには2019年に韓国でソロ歌手デビューした。 日本人の寺本来たるかが所属している。雪カのファーストアルバム、ソウル女子の同名表題曲は、エスティが作詞、作曲、編曲を手掛けた。ありがとうございます。